さあ皆さんご飯ね用意しますから。うちょちょない言わないでください。うちょちょね、さあみんな見てね、いいですか。ママちゃん、チョウちゃん、タイちゃん、じっとして。はい、よし食べよう。おーりこ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 ー、えらい。よしよくた、よしよしよし。さあ皆さんね、たくさんのねお祝いコメントいただきましてありがとうございましたね。ずら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 ーとこれね、全部ね読まさせていただきましてね、ありがとうございましたね。ももちゃん11歳おめでとうということでね、いろんな方からいただきましたよ。ももちゃんね、ももちゃん、ももちゃん、ももちゃんよく頑張ってねね、ありがとうございました。稲子ライダーさんですね。ももちゃん11歳といえばジョンが眠りについた年です。ジョンの分も長生きしてくださいと。ピーコピーマンさん、ももちゃんもう11歳なんて信じられない、いつも先生に綺麗してもらってチャーミングで可愛いと。安次さん、ももちゃん誕生日おめでとう。楓ちゃんは 前足がトントンさせてスタートダッシュする気満々でしたねと。まさかの予想外の行動に出るとは。これは近いうちに楓ウォーリアーズリタ、ウォーズリターンズが来るような気がしますと。普段はみんな T シャルさんの言うこと聞いてくるのに、食べ物が出るとはあれを忘れて本能で行動してしまいますねと。ミーファミリーさん、ももちゃんおめでとうと。何をチラチラ見てるんだろうと思ったらケーキだったんですねと。本当にみんな可愛いと。楓ちゃんワイワイ可愛いですねと早くお迎えしたいですと。ロアがいなくて寂しいと。本当に癒しをありがとうございますと。ラッシールクルクさん、ももちゃんお誕生日弁当美味しそうですねと。みんなが冷静でいられなくのはうなずけますと。可愛いももちゃんいつまでも元気でいてねと。勝崎さんおめでとうって。素敵な一年になりますよ、ずっと元気でいてねと。岡本さんですね。ももちゃんお誕生日おめでとう。美味しそうなケーキですね。とか。アリスさん、ももちゃん、誕生日おめでとう。あんた何やっとんの、あんた。あんた何しとんのすかさず、すかさず何しとんの、あんた。おいおいおいごめん、何をやっとんの、あんたは。はい。近藤さんって、ももちゃんお誕生日おめでとうございます。長生きしてくださいね。と。ルシェさん、ももちゃんおめでとう。と。八神アリスさん、ももちゃんおめでとうってね。カイさんですね、ハッピーバースデーももちゃん、元気11歳よかったです。我が家も明日は18歳の誕生日迎えますと。 M ダックスがいますよと。目も耳も聞こえ、おむつなしで生活できています。寝ていることが大半で、ベランダに出て通りを眺めるくらいしかできなくなってきましたが、今日も一日元気で、いられましたと撫でてやっている今日この頃。これからもももちゃんの元気な姿拝見させてもらいに来ますねということですね。高川さん、ももちゃんお誕生日おめでとうと。お元気そうでよかったです。うちの次郎も同い年であと2ヶ月ほどで追いつきます。いつまでもももお元気で、いてくださいねと。あーゆーさんですね、ロビラのケーキ T シャルさんの動画で知りました。うちの子が病気で亡くなる前に一度だけあげたんですけど、美味しそうに食べてくれました。私も少し食べたんですけど、本当にさつまいもの味がしましたと。野菜メインだしいいですよねと。っていうかいちごちゃんとカエデちゃんすっかり大人になりましたねとね。ももちゃんといちごちゃん本当そっくり、まあ、違いはわかりますけどねと。ももちゃんベテランさんなのに食べちゃったっていうことですね。はい。ももちゃんもね、我慢ができなくなってきました。もう、年です。正直言ってね。11歳になりましたんでね。まあ、たくさん今ね、今、ザラザラーとこうね、コメント読まさせていただきましたけど、皆さんありがとうございました。ももちゃんもね、頑張って過ごしていきます。ね。まーちゃん。まーちゃん、何しとんの、あんた。まーちゃん。ももちゃん。ももさん。ももちゃん。ももちゃん、外が気になりました。ももちゃん、中見える？中おる？ももだ。ももちゃん。ももちゃん。ももちゃん。ねえ、ちょっと耳もね、実はちょっと遠くなってきたんですよね、ももちゃん。ねえ、徐々に悪いとこが表面化してきたね、あんたも。ねえ、ももちゃん。ねえ。ただ、まだ散歩は元気に行けるね。ねえ。体力を落とさないように頑張っていきます。ね。
何をしとんのあんた。おい。ね。あと、ね。ちょっとまあ、ご報告でございますけれども、いちごちゃん、ちょっとあんたこっち来て。はい。いちごちゃん、ちょっとこっち来て。いちごちゃん、いちご。あなたが邪魔なのよ。ちょっとここ来て。ちょっと、よそ見しとへんで。ちょっと、おい、おい。お前だ。ちょっとここ来て。はい、来て。はい、来なさい。尻尾振ってねえで。尻尾振り振りは死んでいいで。はい、来い。はい、何やっとんだ、お前は。はい、そこ座って。座ってください。いや、でもじゃないの。だからもう気にしとんなって、外の音だから気にしなくていいな。はい。ね。外が気になってちょっとしょうがないと。はい、ゲップはいいげ。はい。ね。いちごちゃんなんですけど、来月、まあ、避妊のね、手術をする予定になります。ね。まあ、この年までちょっと、いろいろ経験しましたね。生理的な苦痛とかも耐えましたけど、まあ、一応、まあ、これから将来のことを考えてね、まあ、ちょっとやりましょうかという、ちょっと決断になりましたので、一応来月、いちごちゃんね、手術をするということでございます。はい。あんた手術するよ。ね。いい、わかった、もう音の。おっと、なんだこれ、なんか動いちゃった。携帯動いちゃった。ね。触っちゃった、パッと。はい。びっくりした、今。急に、おーおーおーなんて言うから。はい。ということでございます。ね。いい？もういいよ、おめえよ。おい、もういいって。いい、気にしんね。ダメ、やめてください。いいよ、気にしないで、いちごちゃん。ちょっとこっち向いて。向いてっつとるじゃん。もうね、外の音が気になりすぎてちょっとしょうがないね、あんたね。わかった。はいはいはい。もういい、いいよ、気にしんで。気にすんな、くらっ、やめろ。いや。いや。くらんくん。お前。ああ。はい。まあ、そんなこんなで、これからもよろしくお願いしたいと思います。ね、ああお前が悪いだろうが、いちごちゃんが。お前が、よろしくお願いします。